はい。えー、ミスターマイアミさんから、ああ、また動画を送って、えー、いただきました。自分の力量以上にお金を稼ぐとっていうことでしたね。自分の力量以上に借金をするのもダメだし、自分の力量以上にお金を稼ぐのもあまりいい結果にならないんですよ。そうなんですよね。例えば恋愛関係でも、まあ、あまりにも高値の花だったらね、付き合うのが疲れちゃうんですよね。その逆もあります。あまりにもつまらない人と付き合うと、本当につまんないんですよ。そういうところで、やっぱりね、自分に、まあ、見合った人、 と付き合う、自分に見合ったお金と付き合う自分に見合った社会で生きるこれがね全てだと思うんですよあんまりね高望みしたりとか瞬間的に無理をするべきじゃないなと思いますということでこれからね事業家になろうとしている方実業家になろうとしている独立しようとしている方にすごく分かりやすい力量を超えたお金の使い方のよく聞くと思いますけど例を申し上げますいきなり会社が儲かりましたそうするとね 所得が毎月毎月利益がどん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 乗っかっちゃうんでよーし交際費だ使うぞとかねよーし経費だ使うぞとか言って使っちゃうんですよでキャッシュがなくなるんですよねなくなった時に納税が来ます今までとは違った税率できますプラス自分が今まで経費だとかね備品だとか思って使ってたもの交際費だと思って使ってたもの税務署によって否認されることもあるんですよそうなるとですね本来はあれ税金ってこんなにかかるのっていう風にね驚いて例えばね 納税が1000万必要ですって言われた時に1000万がなかったりするんですよ。えー、使っちゃったら200万しかありませんみたいな。こういう経,験経営者さんってもうむちゃくちゃいるんですよ。で、私も今回ね、かなりの納税をしましたけども、その時税理士さんにもう、ま、何年も前から言われてたんですよね。いきなり利益が上がっても、絶対最初の3年を使わないでくださいと。とんでもないことになりますと。で、経費だと思っても認められない可能性があります。だから、最大限必要なお金を残しておいてください。だから多分利益が上がってもお金を使うことほとんどできないと思ってください。 で所得の本当にね3分の2を残して,おいてくださいみたいなことで言われましたね3分の2かと思ってね例えば毎月毎月300万円の利益が振り込まれてもそのうちの200万円はまるまる手をつけないでずっとね指を加えて税金用の口座に入れとくみたいなことをしないといけないんですよいやこれはねお金を扱う力量だと私は思いますその力量がないともしかは力量を持っている方は周りに置いてないとまあ使っちゃうんですよ本当にで使ってそれがね例えば 次への事業投資だと思って使ってもその事業投資っていうのは売上で完了していかないと経費として認められないものが結構多いんですよねこれ分かります仕入れをするじゃないですか仕入れやっていう仕入れてるのは経費だと思うんですけどもち違うんですよ在庫粗利なんですよこれだからダメなんですよねその在庫が売れて現金が入ってきた時を持って在庫が経費になるって考え方がかなり強いんですよねまあ、そう考えていくと独立してもね いつ自分のお金になるんやみたいな感覚ですこれが力量なんですよですんで月収が1000万になっても例えばね1000万丸々1ヶ月で使えるかってそんなことなくてだいたい8割は残しておくことになりますなぜなら納税がある住民税がある予定課税があるこの3本柱でボカンと持ってきます持って帰ります社会保険入ったらもう本当に適面ですよねっていう形なんで例えばね月収が1000万になっても使えるのは 100万ちょっとかなというところでございますねとなるとですねこの感覚っていうのは実際にその売り上げを作っていくと「お当ほだ!」になるんですよで「本当だ!」ってなった時に使っちゃうとお金ないだとやばいんできちんと自分の力量を稼いでいないうちからやっぱり蓄えておくってことが必要になってきますよね、はい、で今日のまとめで、えー、またね申し上げますけども3億円稼ごうと思ったら6億円の利益を出さなければなりません半分は課税されます特に日本ではねで えー、6億円の利益を出そうと思ったら10億円の売り上げでも60%のアレルーを持たないといけないんですよ。できますか <laughs> って形なんですよね。えー、本当にねお金って残りにくいですから、うん、シビアに考えていかないといけないですよね。で、まあ、いろんなね投資ごとの話今してますけどもあの妙な投資日本の金融庁に認められない投資って雑所得になる可能性が高いんでそれで利益を上げてもほとんどない,ないです残りません、えー。そういう意味でも私はね えー、あんまり投資紹介するものないよって言ってて言るんですよ、うん、なんとかウォレットみたいなのありますよねあれで利益を上げてた仮に利益を上げてもまあほとんど税金ですよ、うん、でもほとんど負けますから税金のことを考える必要はないですだからねいろんな暗号通貨やってますよって人でも税金の話したら儲かってるのが嘘だと一発で分かるんですよまあ本当にねあのお金を扱う利用がない人が稼いだ稼いだって言ってるのをね見ると うん騙されれないいでくれよと思います、うん、そこははっきり言いますこの人は嘘をついてるってなぜなら税金の知識が全くないということはどういうことかってことなんですよ。ねえ私がねいくらいくら稼いだ時にあこんなこう税金の項目ありますよねっていうパラッと話した時に分かんないんですよね。がっくりでございます。